中日和田和弘コーチ、マダックスを許した日本ハム伊藤大海について言及する。中日和田コーチ、ツーシームとカットも曲がりが遅いマダックス許した日本ハム伊藤の投球振り返る。和田打撃コーチは伊藤の投球についてスライダーのキレが一番良かったと思いますと振り返った。直球に多彩な変化球とのコンビネーションで二塁すら踏めず、ツーシームとカットも曲がりが遅いボールだった。そこへの対応ができなかったですと話した。対左に弱いらしい投手だけど、そもそも左右関係なく打てないうちだと関係ない話。そもそも打てないやつを DH でスタメンにしてるから打てるもんも打てんやろ。ディカーソンは今年右に強くて伊藤は左に弱かったんだから、 DH にでも使えば何点かは取れてたかもね。いつも相手褒めてお手上げみたいな感じだな。わらわらたまには対策の効果出してくれよ。投手がいいより打てない打者を起用した自分たちの能力を反省するべき。現役時代のベンさんはこういう投手に当たった時どうやって対応するんだろうな。その当たり選手に伝えてあげるだけでも多少変わったりするんじゃないの。金回してないわけないか。聞くのと実際やるのは違うよな。難しいな。残念ながら和田も立浪に負けず劣らずの天才や、和田式の打席での対応なんて選手は理解できんやろうな。昨日新庄も中日のことベタ褒めしてたけど、ハムファンからしたら敵褒めてないで打線なんとかしろやって思ってたやろな。明日勝てば勝ち越しだし、ええやんかなんで今日負けただけでみんなすぐに諦めムードになっちゃうわけ。もう少し気ままに応援しようよ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。